こんにちは皆さん、ひろちゃんです。福縁の宿ひろちゃんです。今日は、5月30日木曜日、ここは福縁の宿からちょっと離れたところにある畑なんですけども、お借りしたのは良かったんだけども全然進んでなくって久々に来たら大変なことになっていました。今日は朝から、今5時過ぎなんですけど、今までずっと除草作業をやっておりました。ちょっと紹介したいと思います。はい、これなんだかわかんないと思うんですけど、一応畝です。1つ目、こっちで2つ目、歩いていて、今日整備したのはこちらの畝ですね。この2つ、はい、あともう1つね、こっち、はい。でこれはね、結局畝をね作ってしばらく放置していたら、しばらくっていうかもうずっとねそしたらこんな風にね草が生い茂ってしまったわけなんですよ。これ 山のようになんだかわけがわからなくなっちゃってね、いやーって感じなんですけど、一応4つ畝は作っておいたんですけど、放置していたらこんな草むらになってしまいまして、今日はとりあえず手前の2つの草むしりをしました。それで金ちゃん農法なんだけれどもね、やり方が間違えていて、でもう一回やり直しということで、今日は、はい、黒いビニールマルチを取って、そしたらなんとヘビさんに1回2回3回4回ぐらい会ってしまいまして、その度にこんなところでギャーッとさ叫んでしまいました。叫んでも誰も助けには来てくれないので、でも多分シマヘビっていう種類のヘビなので、多分大丈夫だと思います。毒はないと思いますね。明日もやりたいんだけどどうかな。こんな感じでございますね。まあちょこちょこ合間に、まあね、ちゃんとやろうやろう今年こそはってずっと言ってるんだけれども、なかなかできないんだかなこれがな。はい。でね、これだけじゃなくて、敷地はですね、こうぐるーっと、ま、見渡すとですね、こういう感じなんですね。ねえ、まだまだ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 。で、ここは平地になっているので、はい、坂とかそういう傾斜とかはないんですけど、ね、でとりあえず手前の4つを頑張って、ちょこちょこ合間にやろうかなと思っている次第です。まあいつまで続くんかわからんけど、はい、頑張りたいと思います。はい、こういう感じでございますね。ちょっとどこかですね、このひろちゃん農園にはこうやって野生のセリがたくさん生えてるんですね。これですよ、これわかります？これよいしょ、ほらこういう感じでね。これはおひたしとか生でも何でもいいと思いますけどね。はい、じゃん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 って言ってたら、なんと虫が嫌いな人ごめんね。あー、これね、多分ね、綺麗でしょう。これね、アゲハチョウですね。アゲハチョウの幼虫だね。よいしょ、こんにちは。えい、へへ、ごめんよごめんよ、頑張って大きくなってね。ほら、綺麗なんだよね、アゲハチョウって。アゲハチョウじゃなかったらなんだろうガだったりしてじゃあね、バイバイ。はい、いやでも一日ですね、こうやって自然の中にいますとね、誰とも喋らないわけなんですけど、ずっと今日はウグイスが鳴いていて、ウグイスだよ、ホウホケキョのウグイスがずっと鳴いていて、夕方になったらまた違う鳥の鳴き声が聞こえてきて、はい、のどかです、のどかでございます。
では、てなわけで、ですね、肉体労働、去年もそうだったんですけど、肉体労働が始まると、始まるというか畑作業が始まるとどうしてもですね、朝起きれません、ひろちゃん。てなわけで、朝の配信はしばらくお休みして、夕方とか夜とかちょこちょこライブやろうかと思っています。皆さんごめんなさい。何せ、これを、頑張って一人でやっているので、ご了承ください。それじゃあね、バイバイ。よいしょ。腕がパンパンでございます。じゃあね、バイバイ。